お近くの手すり等につかまり、十分注意されますようお願いいたします。だから、はい、入ってあるの？何、トイレ行けないの？確かに。まあ、環境省選定の全国100選の中でですね、2番目の評価を受けて特選になった小田原浜ですんでね、ぜひ一度足を運んで、この海水浴場の素晴らしさをですね、実感していただければいいのかなと思いますんで、お待ちしております。はい、天候が悪いことと、やっぱりこの震災の影響がまだ少し残ってるのかなって感じはしてる。わかんないですよ。それをね、相手があることだから、ね、その辺ちょっとわかんないけども、確かに少ないことは少ない。特にアジの場合は、先ほど言った通りに、陸路では来れねえから、船でしょ？船で来るから、やっぱりほら天候が悪いと、狩りの関係も含めて考えると、船で来て船で帰らなきゃいけないわけだから、ヘリコプターで帰るわけにいかないわけだから、まあ、その部分があるんで、やっぱり天候次第だね。やっぱそういうところの不便さっていうのは、こういう離島っていうのはあるけれどもね。まあ、やっぱり一回は来てもらいたいね、この綺麗な、ね、砂浜を見たらみんな喜ぶし、水も綺麗だし、まあ、一番の自慢だろうな。この誰が来たって水綺麗だ、綺麗だって言うからさ、そこだと思います。もうぼちぼち3年だから、そろそろね、なんぼかね、復興をまずしてもらって、少しね、やってもらえれば。でも結構、遠くからも来てますね、いろいろと。遠くは海は綺麗だからね、ちょっと北向きの海水浴ってあんまりないですよね、ね、割と。だから、水質はいいからね、最高ね。この機会にね、この築浜地区、この地区にいろいろなボランティアさんたちが活動に、参加していただいて、
ここまで、開催できることになりました、おかげさまでした。もうありがとうございました、一言御礼を申し上げます。やはり震災前のね、こういう子どもたちが賑わって、遊んでるということを思い出します。はい、日曜日は工事車両は休み、基本的にはね、それで、7月21日今日から8月の25日の日曜日だけ6日間ということであれば、ご理解いただけるんではないかなということで、ね、やってます。こっちの宮城の方さ来た時にはぜひこの月浜っていうとこどんなとこかなっていうようなことでね、来てもらえれば、いろいろな子どもさんたちとの漁業体験みたいなのもね、やってますのでね、そういう大変なんかの、いろんな体験でこうプラスになると思いますけど、ね、はい、皆さんぜひ宮戸月浜の海水浴場に、お越しください。よろしくお願いします。